上が、行外、下が、腹外、腹外は、人間の単位の一つ。腹を床につけて寝ている状態。そのため、腹がくらいとも表記される。俗にうつ伏せとも呼ばれる。また、えいんくらいとも呼ばれることがある。司会士らは、うつ伏せでに対して、顎関節症や、歯並びなどの変化の要因の一つという見解を示している。また、 琉球大学医学部の畑野直介教授らが調査したところ、人血石の罹患者には、うつ伏せで眠る人が多いという結果が出たことがある。女性の場合、クーパー人体に負担がかかるため、胸の下水、肩崩れの原因になるという説がある。厚生労働省によると、就寝時に赤ちゃんをうつ伏せ根にした場合の方が、仰向け根よりも、乳幼児突然死傷候群の発症率が高いとの、 情報がある。検査や治療時の体位として、ジャックナイフ位がある。これは、股関節を屈曲させた姿勢である。肛門の場合は腹外で、尿道などの場合は行外で屈曲させる。スポーツにおいては、スケルトン、ビーチフラックス、ラグビーのトライ、ヘッドスライディングなどに、腹外の姿勢が見られる。背筋力を鍛える、フィジカルトレーニングの際にも腹を下にする。 また、スポーツテストには、副画状態空らしという種目がある。副外、副外の意味偶事書副外、副外の意味偶事書い早く出版。最新医学大辞典2005年第3版いざという時のために引く。一般社団法人春間司会司会寝癖による、体の力学的対応、うつ伏せ寝の顎にかかる負担は、なんと9キロ堀ラ博士のホームページうつ伏せで寝ると、 人血石になりやすい。メディカルトリビューンあなたの健康百科うつ伏せで寝ると、バストは、潰れる、エトセトラおっぱいとお尻の素朴な疑問 Q&A。X ブランドをなくすために引く、厚生労働省医学書院、医学大辞典2003年代一般。ありがとうございます。